足しびれてる、足しびれてる正座してたからね。みなさんこんにちは、ひまひまチャンネルです。今回はですね、駄菓子屋パンダの購入品を紹介していきたいと思います。今回はお菓子とかくじ引きのやつとかスクイーズとかいろいろなので、ぜひ見てみてください。最後まで。では紹介していきます。まずはお菓子から紹介していきます。まずじゃん、これはね、なんか昔にあったやつだそうです。初めて見ました。まずママが知ってたらしいです。ちっちゃい頃よく舐めてたそうです。良い子悪い子、コーラ味だそうです。なんだろうねこれ、キャンディーだそうです。でも一応一応次にじゃん、こちらはそのまんまピーチとか、そのまんま3つで1個酸っぱいガムです。そのまんまピーチ、そのまんまグレープ、そう、そのまんまコーラで、これは酸っぱいレモンにご用心、まあ、同じですね。こっちは中がとろーりしてるので、こっちはパウダーです。こっちの方が酸っぱいです。で、酸っぱいぶどうにご用心で6個買いました。これはね、大好きです。お兄ちゃんと一緒に対決しようと思います。動画は撮らないけどねで、次に兄ちゃん、こちらはなんかロングラン唐辛子です。これはコーラとかぶどうとかもありました。108円で超安いですね。でこれね、若い人とね、テープ貼ってもらったんですけど、かわいいよねこれ、このテープ商品じゃなくてテープねこれも兄ちゃんと食べようと思います次はくじ引きとかです。でも一回くじ引きじゃないの紹介します。じゃん、こちらはネイルセット。これは60円だったのでついつい買っちゃいました。可愛いんだよね、この柄は温泉が書いてあるやつなんですよ。なので買ってみました。これはね、シールなので、普段とか普通に学校のない日、休みの日とか土日とかにもできると思います。夏休みとかじゃなくてもねでもこれはね、結構良かった。これは消しゴム、これは32円とかだったかな、超安いんですよ。もうこの動きが頭動かしすぎて。で、これ10等でした。結構大きいやつが当たったので良かったです。で、これがね、やっぱり射的みたいで、ここが動きます。こんな感じです。これ消しゴムです。さっきも言ったか次にじゃん、これスーパーボールです。これは32円、安いよね。次にじゃん、こちらはキラキラシールです。これはね、なんかいろんなパソコンの周りとかマグカップとかつけてもいいらしいです。学校の図工とかで使ってもいいと思います。わ、キラキラ、今キラキラのキットを作ってるので、これも結構低い方だったんですけど、そこの周辺には周辺にはちっちゃいやつがいっぱいあったんですけど、これはね、でかかったので超嬉しかったです。今回、今日はくじ運がすんごい良かったですで、これは54円ぐらいでした。次はスクイーズ系です。じゃあこちらはモンスターなんだっけ、モンスターズイック、モンスターズイックだと思いますのマイクです。サリーとよくいる人ですこれは108円だったかなぐらいでした。これすごい安いよね、安すぎて買っちゃうんですよ。で、これ結構光ります。で、これは空気系のスクイーズなんですけど、このシシャネコとプーさん版も持っています。この大きいで、これ気持ちいい。友達も同じの持っているんですけど買ってみました。で、これがヨーヨーで、こうやってお祭りにすごい、これ気持ちいいです。なんかこうやって空気系も結構いいよね、音もがいい。でさ、中に光が入ってるんですけど、でも音がいいんだよ空気系って次にじゃあこちらはちしゃ猫が大好きなんですよ。で、なんかちしゃ猫の前スクイーズを買ったんですけど、今回は空気系のちしゃ猫のちっちゃいバージョンも買ってみました。これ60円ぐらいだったかな、わかんない、でもそんぐらい安かったです。触っていきます。これもね、光ります。ほら、これも光ります。で、これもポンポンできます。
ちしゃみこかわいいよね。これと比べてミニです。ミニです。でね、こういうの触るとね、粉がつくんだよ手に。次にじゃん、こちらもピンキ系です。ピンキ系が多かったです。これも108円ぐらいでした。なんかこれかわいいんだよ。黄緑とかもあったんですけど、黄色を購入しました。これクマちゃんなんですけど、普通だったら300円ぐらいかな、なんだけどこれ108円で超安かったです。しかもここネクタイがついてて超かわいいんですよ。では触っていきます。これね、さっきのに比べてトゲトゲが長くないんですよ。短いんですよ。私ね、今短い方が好きなんですよね。すげー。で、こんな感じです。で、これも光ります。音がいい、聞いてください。はい、こんな感じです。しかもこれもこうやって手に入れてお祭りとかで、これあんまできない。難しいです。次に、じゃん、こちらはなんかこういうボールですね。これ超柔らかいの。これも108円ぐらいでした。もう安いよね。こんなスクイーズ安かったらもうラッキーだよ。もう多分ね、こんぐらい安かったら、全部のスクイーズがこんなに安かったら牛乳ひたしパンは700円ぐらいですよね。で、これ超柔らかいんですよ。もうこれね、もうすごい柔らかい粘土系なんですけど、超柔らかくて、しかも超なめのね、おすすめです。次に、じゃん、こちらはミルクボーカルスライムです。これね、お値段ないのと思いますか皆さん。これはこれで3種類買いました。全種類です。これで緑、黄色、ピンクを買いました。100均で100円で買ってんです。買ったんですけど、64円です。やっちゃえ。3つで180円です。6,3,18だ。じゃあ、今回はこの中の黄色を開けてみます。セーブです。おー、アメーバですね。アメーバ、あれあれに似てるわ。あの、なんて言えばいいの、あの、ドロネーバに似てます。こんな感じで超ひんやりしてる。なんか匂いが超いい匂いがします。で、これトロトロしてて、これ60円はね、超お得だと思います。はい、こんな感じです。次です。で、最後に、じゃん、こちらはマットマルくんのシーハラペコフレーバー Q です。世界のグルメシリーズ第3弾。はい、3弾です。これは5種類とシークレット1種が入っています。これはお兄ちゃんとひまのです。では、まず開けていきます。1個目、お願い、シークレットって。何かシークレットかわかんないけどね。じゃん、わぁ、なにこれ。パエリア、パエリアって知ってる。わぁ、すごい。パエリアの氷のまとまるくんの消しゴムです。これはね、なんかチーズみたいな匂いするんだけど。じゃあ次、開けます。シークレット手でかぶらないで。あ、かぶってない。やった。あ、これはこうだ。あー、超いい匂い。もっと香りです。やっぱりこれだったらお兄ちゃんがこっちだね。あとさ、なんかこっちって女子っぽいじゃん。ベルギーだって、ベルギーで、これはスペインだって。このパエリアはスペインで書いてあります。で、ワッフルはベルギーです。チョコがベルギーなんですね。なんかこれだけ。はい、というわけで今回は貴重で以上です。今回は駄菓子屋パンダに行ったんですけど、初めて行ったんですけど、駄菓子屋パンダにはスクイーズが超安くて、しかもお菓子も超安いので、ぜひ皆さんも行ってみてください。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter とインスタのフォローもよろしくお願いします。こっちの動画も見てね。クリックしてね。バイバイ、またみーてね。今日は連発したよー。